プジョー106は、フランスの自動車会社であるプジョーが製作した一番ベーシックラインの自動車である。シトロエ遠作外の姉妹車にあたる。104の後継者で、フランス本国では1991年に登場。ヨーロッパ市場では、3ドア、5ドア、エンジンも 1000cc、1100cc、1300cc、1400cc、1500cc ディーゼル。 さらに 1400cc のインジェクション搭載車 XC が当初用意された。そして1996年のフロントマスクの変更等に伴って導入された 1600cc の DOHC16 バルブを用意するという非常に充実したラインナップになっている。なお、その 1600ccD チェシーのモデル 106S16 の S はフランス語でベン、バルブを意味する。 ソーパペノエスを取ったグレード名である。高められたボディ剛性も相まってプジョーのラインナップの中でもスポーツ性の高いモデルとして人気を博した。また、106キシが世界ラリー選手権に出場していたことがある。2003年販売終了後継者は2005年より生産されている107である。この106はヨーロッパでは 数限りないほどの特別使用者が企画された。その中でも、日本でも並行輸入された有名なモデルについて記述する。ラリー全キラリー後期日本では1995年に 106XC が限定車の形で販売され、1996年にマイナーチェンジされた後は、最もスポーツ性の高いサンドアの 1600CCD チェシーのモデル、 106S16 のみが輸入されている。当時から、プジョーは日本向けには右ハンドルが原則であり、イギリス向けなど右ハンドル仕様の106自体は生産されていたもの。設計上、日本向けには必須のカーエアコンを装備できず、姉妹車のシトルエンサクソ同様やむなく左ハンドルのまま輸入された。このあたりが正規輸入者が少なかった一因である。 日本仕様 S16 には1998年に日本におけるフランス年を記念したモデルであるセリースペシャル1998-2002年の最終輸入仕様リミテッド等の特別使用車が存在した。セリースペシャル1998にはインディゴブルー、ビアンカホワイト、チェリーレッドのフランス国旗をイメージしたボディカラーが用意された。このうちインディゴブルーは 正規輸入車にも存在したが、ビアンカホワイトは他に、ロリとリミテッドにしか存在せず、チェリーレッドに至っては、正規輸入車はもちろん、他の特別使用車にも存在しなかったカラーで、日本においては大変希少である。ありがとうございます。